どうしたローマ、ニコお前生きてんのかって、おめえのおふくろに電話しなきゃならないようなことはごめんだぞ。まだ息をしているなら遊び行こうぜ。はい、どうも皆さんこんにちは、の永井です。じゃあ遊び行くか。はい、行ってきますよ。はい、行ってきます。どうもしょうがねえな。あー、こっから一番近いのは多分ローマンはこの辺にいますから、一番近いのは洗車場か、ちげえよ。一番近いのはバカショ…それも微妙だ。まあこの近くにいることを願って、ここで一番いいわ。もう行っちゃおう行っちゃおう。とりあえずショー見に行こう。遠いパッキーからなんか来ましたね。よーニコ、ケイトに電話してやってくれよ。きっと喜ぶぞ。アマさんとデートするのが嫌じゃなければ楽しいと思うぜ。忘れてましたね、はいパッキーの妹ですね。もうこのゲームパッキーやたらと出てきますからね。パッキーにパッキー殺せって言われたのかと思ったら、前回バッキーでした。はいで、この次はレイって誰だっけ。レイ、オルダーニの隠れ家を手に入れた。いや知らんわ。え、オルダーニ、あ、これですね。レイは誰だっけ。ニッキー、お前を近くに置いて見張ることにしたぜ。今度はオルダーニにあるアパートを使ってもらうぜ。いとこのことなら心配はいらねえ。奴は安全だ。じゃあな、ということで。わからん、もう人がごちゃごちゃしすぎだわ、まあ、とりあえずレイはレイです、デート行ってきます、ローマンと。なんだよパッキー。お前もか。いやすまないけどダブルブッキングは無理だパッキーと親しくなった他のアクティビティをするには電話をかけ直そう。電話がかかってくることもある。とりあえずめんどくせえから、どうしようか。オプションでよいしょ、スリープよいしょ。もう鬱陶しくなっちゃいましたね今はっきり言って鬱陶しくなりました。はい、あ、これあれじゃん、あの多分ファウスティンさんが、そう、死ぬミッションで、後ろで違ったな、ファウスティンさんのミッションで出てきたあいつですね、パントマイマー、早打ちでしょうかってやつですね。よー、俺は世界一の芋虫人間だ。よーし、俺の芋虫を見てみろ。よっしゃー、おーれ、ゴロン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 で、俺は芋虫なんだ。世界一の芋虫人間だ。いやー、そこで君、君なんだろうこれ投げ縄ですね。何世界一の芋虫人間とか。当てれこしたいよね、これ。死んだんかな。死にました。どの辺がだよ。おお、ジャグリング、これは楽しそうですね。ただ素晴らしいオチがつきそうな気がしますね、これは。おすごいね、これ CG のなせる技ってやつですね。終わりか、はいよですね、まあ本来なら、
本来ならよ、これで何してんだお前まあミッション入ろうかなっていうつもりだったんですけど、もうめんどくさくなったんで、小ネタの方を紹介したいと思います。このコケットを使った小ネタですね。まあ、だいぶ前ストーリーの時にコケットを手に入れて、じゃあ次回これで小ネタやりますんでって言ったと思うんですが、その動画多分もう公開されてると思うんですがね、その動画撮る前にコケット壊れちゃって撮れなかったんですよ。そっから一回もコケット出てこなかったと。ただ今出てきたんで、もうこれ使うかないだろうということで、今回このコケットを使った、まあ、小ネタ小技の方を紹介していきたいと思います。よろしくお願いしますということで、ただ今回もコケットが持つかどうかが甚だ疑問なクオリティでございますが、どうでしょうか。はい、到着しました。未だにヘリがありますね。ローマンはいいんだよ。ねえ、あのプエルトリコ人のなんつったっけあいつあいつなんだよね問題は。さて、今回何をするかと言いますと、こちらをですね、まず、まあ、最寄りの、塗装屋に持ってきます。すると、塗装屋でちょっとたまにですけど、まあ、何回か出し入れしてるうちに、まあ、抜き差ししてるうちに下品に言い換えるんだよっていう、スペシャルカラーにペイントしてくれるんですね。そのスペシャルカラー、まあ、カラーリング紹介および解説をしていきたいと思います。よろしくお願いしますということで、さっきからカーナビ無視しまくってますけど、これカーナビが切れるっていうシステムとかありませんよね。大丈夫、これ音声ナビついてないからねそういう問題じゃねえ。さあ、これを壊さぬように行きたいですね。行きたいですね、てかそれが主題だから壊しちゃったらまずいんですけどね。これほんとね、どうでもいい時は腐るほど出てたんですけど、ぶんないねあら、あらららららな、切ってたと思ったんだけど。Give him my number. Fuck, man. You are the boy. I'll call Stevie. はい。調子狂いましたね。オフにしてたと思ったんですが。まあいいや。とりあえず塗装屋に入りましょう。気に入ってくれるといいが。これじゃないな。STV からのなんか来てるね。TV ワンダーブルーシからお前の番号をもらった。仕事を探しているらしいな。この、レブラーをリブラーですかね、イーストンのレストラン、レストランファニークラブにいた時に見たんだ。まだあるか、見に行ってこい。見に行かないよ、見に行かない、とりあえずこれ抜き差しを続けましょう。はい、新品同様だな。違う、いい色だ。これでもないんだ。新品同様だな。違うんだ、そうじゃない。新品同様だな。いや、お前色塗り替えてねえだろ。お前何サボってんだよ。塗装屋なのになんで塗り替えねえんだよ。修理屋じゃねえだろ。大体何も修理してねえわ。金だけ取りやがって。いい色だ、きっとこれですね。わかりますかね。いやいやいや、時間が良くない。白に赤い縁取りがついてるこのカラーリング、スペシャルカラーなんですね。本当にね、これはかっこいいと思いますよ。さて、解説を先ほど申しましたが、これ何を解説するか、その前に朝にしたいちょっとね、昼間見たいでしょこれ。ということで昼間にしましょう、魔法の力でね。はい、朝になりました。ですね、まあ、紹介の方していくんですが、偶然にも揃いのカラーですね。まあいいや。こちらの車、まあ、モデル、なんでこんなボロいんや。まあ、モデルは、まあ、コルベットですね。
で、コルベットでこのカラーリング、ちょっとへこんじゃってて申し訳ないんですが、このカラーリングとなったら、まあね、特攻野郎 A チームに登場したそのコルベットがこういったカラーリングだったんですね。その特攻野郎 A チームのテンプルトンペックという方のあれなんですけど、そうですね、まあ紹介としては、俺はテンプルトンペック、通称フェイスマン、自慢のルックスに女はみんなイチコロさ、ハッタリかましてブラジャーからミサイルまで何でも揃えてみせるぜのテンプルトンペックですね。そうが乗ってたコルベットってのがこういうカラーリングなんですよ。まあ特攻野郎 A チーム知らない方いましたらばですね、まあ簡単な説明としましては、ベトナムで鳴らした俺たち特攻部隊は濡れ衣にも着せられ、当局に逮捕されたが刑務所を脱出し地下に潜った。しかし地下でくすぶってるような俺たちじゃない、金さえ通れば、金さえじゃなかった、筋さえ通れば金次第で何でもやってのける、命知らず不可能を可能にし巨大な悪を粉砕する俺たち特攻野郎 A チームの、特攻野郎 A チームです言いたいだけだろっていうね。俺はリーダージョン・スミス大佐、通称ハンニバルだね奇襲戦法と変装の名人、俺のような天才策略家でなければ百戦錬磨の強者どものリーダーは務まらんっていう。本当面白いんですけどね、何の話してんだろうね俺はまあね、そういったドラマがあるんですよ、アメリカのドラマでございます。それに登場するやつと同じカラーリングになるよという、そういうお話でございます。はい、それを紹介したいのに、なんでこんなセリフ回しとか言ってんだよっていう話ですけどというわけで今回これにて終了したいと思います。コケットをスペシャルカラーにする裏技でした。次回もまたリバティシティで会いましょう。